はいどうも、シロです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。さあ、ジムニーを納車してから1ヶ月半ぐらい、撮ったんですけれども、それで、まあ、これまでにやった、カスタムの紹介なんですけれども、僕のはまずカスタムの理念として、防御力を上げるというところを先にやってしまおうということで、進めてはいったんですね。で、まあ、防御力ってなんじゃいなっていうことなんですけども、まあ、要は守る方ですね。守る方、まあ、盗難とかも含めて、そっちにはなってくるんですけど、まあ、もちろん予算の関係もあるので、まあやれるところでという範囲にはなりますけれども、皆さんの参考になればと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではまず外側からやっていくんですけれども、目には見えてないんですけれども、これガラスコーティングをやってます。で、今ちょっとね多少汚れてはいるんですけれども、こういうのも水洗いのみで、いきます。今ちょっと天気も悪いのであれなんですけど、はい、続いて、ここですね、このキャップ、まあ、この汚れ防止というか汚れ防止だけではないんですけれども、まあ、見た目のところでこれをつけました。で、ここは防御力とは関係ないところなんですけど、これはね、何としてもちょっとやりたかったので、ガソリンタンクのガラスリットを入れてます。はい、でここですね、スペアタイヤのカバーです。この親子のやつがね可愛いんでこれが良かったんですけども、これはねファンの方に買っていただきました。なので、僕が買ってはいません。外は以上ですね。次中行っていきましょう。で、あとこれも防御力のところになってくるんですけども、熱線のガード、成功産業のところですね。で、これをやりました。で、あとはこのヘッドレスの置くやつを買ってます。さあ、ちょっと雨が降ってきたので、ちょっとやりにくくなってきたんですけれども、では内装やっていきましょう。まず目に見えてないものこちらです。前の動画であげましたけれども、スマホを守るくんを、パネルディスプレイのところにやっております。これも2000円なので結構安いので、皆さんぜひおすすめです。で、次も続きまして、ドラレコですね。もともとついてはなかったので、前後のドラレコをつけました。で、半額の時に買ったので、1万ちょいちょいぐらいで、これは買えてます。これも取り付けの、動画上げているので、そちらの方を参考にしてみてください。さあ、ぶつかりそうで危ないですね。こっちの、ちょっと荷物いっぱいでごめんなさいね。ラゲッジマットを買ってないんですよ。これ100均のね、滑り止めで、やってるだけなんで、すぐに取れます。まあ、とりあえず、滑らないようにはなってはいるので、ただこう穴開いてるんで、下に汚れとかがいっちゃうので、これをね、どっかの企業さん、案件くれたら嬉しいです。まあ、ちょこちょこね、案件とか実はもらってはいるんですよ。もう無職じゃないんでね、今月からちゃんと仕事はあるので。で、後ろのこれもね、ちょっとなんとかコードはやりたいんですけれども、まあ、それは、後にちょっと考えます。はい。で、後ろのやつもそうなんですけれども、ここからね、防御力の話じゃないです。LED に変えました。ルームランプを。で、後ろも、ちょっと電気作れるの遠いんで、つけませんけれども、これも、ルームランプ、LED に変えております。これですね、芳香剤。この2つがね、おしゃれでね、可愛いでしょう。エアコンつけると、回るんですよ。これを前から出るようにしないといけないんですけども、はい、回りました。これかわいいっしょ。これかわいいっしょ。ちなみにこっちの方はファンの方からいただきました。こっちは自分で買ったんですけども、まあ1000円とかそんなもんなので全然高くはないので、買っております。次に、マリオですね。別にカスタムとかじゃないですけどね。で、これも紅の豚。これは別にカスタムとは何違うんですけれども、取り付けて。これ顔がね、揺れるんでね。車の振動で揺れてくれます。これ結構、かわいくね。はい。ということで、おおむね、カスタム的には以上かな。あとはね、この100均の、ティッシュの、ケース。
これダイソーやったっけな、ちょっとどっちか忘れましたけど、セリアかダイソーか、おそらくダイソーだったと思いますけれども、はい、ちょっと最後、お伝えし忘れてたんですけれども、防御力ということで 3D の、マットフロアマットを買っております。で、後ろの方にもあるんですけれども、後ろはちょっとあの荷物今結構あるのでちょっと見せれない状態なので、とりあえずあの運転席側のマットです。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、なんで防御力をあの先に強めようかと思ったのは、もちろんまあ汚れるとか、なんかそういうところを先に蓋してしまえば、あの、まあ、洗車とかも楽になるしっていうところにはなってはくるんですけれども、一応まああの車業界の方たちとかもあの知り合いはいてるので、まあ、自分の好きなやつからやるのが一番いいんじゃねとあの言ってはいましたけれどもね、まあ、それはそうだと思います。で、僕は、先に防御力を上げることを、まあ、やった方がいいかなと思って、でその中で、攻めたところをさっき の, あのガラス、リッドをつけたという感じですね。で、あのこれね、段ボールこれあると思うんですけれども、これ実はオートサロンのアンケートプレゼントってあるんですけれども、それに当たったものがあるので、それはちょっと次の動画で、発表しますので、取り付け動画というのも、合わせてやるので、そちらの方も楽しみにしておいてください。ということで、またね、いいねやチャンネル登録をしてくれたら、嬉しいです。今回の動画、まあ、参考になったかならなかったかちょっと分かりませんけれども、まあ、一個の考え方として、防御力を先に上げるというのを紹介いたしました。ということで、また次の動画で会いましょう。シロでした。バイバイ。